兵隊員です。第262海兵中型ティルトローター飛行ショー Then the FA-18 Increase combat effectiveness during day and night operationsFrom World War II through the global war on terror, America's battalion has fought its nation's battle to security in the LZ, allowing the Stallion and Osprey to safely depart. Stallion and Osprey が安全に離脱できるよう、第2大隊、第8海兵です。On the left are air refueling the flyby with the KC-130, the F-35, and the F-80. ドリル隊はこれよりサークル隊形へ。そしてここで翼を小刻みに刻みながらこちらに戻ってきて、まず操縦のプッシュ。
45度でランラインを作ってここで急降下。さあ、ここに気がしながら戻ってきます。さあ、ネクストランラインマルワイ。さあ、マルワイとかオーストラリアに登って飛行機ロールしながら登っていきます。さあ、ロールしながら登って飛行機がだん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 フラットになっていくのがお分かりになるでしょうか。少し太陽の中に入るでしょうか。さあ、ここでフラットスピンにリカバリーです。飛行機に座れて急降下。お尻を振り回して降りていきます。さて、続いての技はグライダーエアショーパイロットであったカジトモナルとこのマサがこの機体に乗って2人試行錯誤をして生み出した技カジ。コボルのように一気に頭を持ち上げて最短に180度進路を変えるこの技カジ。プッシュマンで見事な操縦を繰り出してくれてます。続いての技は岩国フレンチシプレーにお越しの皆さんにお辞儀をしてご挨拶デースフライ。さあ、自ら引いてきたスモークの中にバックをしてリカバリーです。デースフライ。さて、ここでマッチョ運動タンブルいきますよ。ぐるっと回っていきます。1回2回回ることができました。どうぞ会場の皆さん大きな拍手をお願いします。本気号を一振り書きで描いていきます。綺麗に描くことができるでしょうか。さあ、垂直上昇して速度が少なくなり、ここで小さな宙返りを行っていきます。宇宙マサヒロスカイライティングが終わりって今低いところに向かってスモークが立てました。会場左の方向にご注目です。スーパーソロゆっくりとした大手にご注目です。この時全ての舵を正確に動かさないと糖度そして位置が確認できないため簡単そうに思えるんですけどとてもない。スイッそしてここでエブロンロールを行います。そしての頂点スナップロールして戻っていきます。エアショーパロットマサヒロヨスミウイスキーババエアショー岩国フレッツフェア2024。飛行機の背中をしっかり見せてフラッグします。パイロットの顔はしっかり見えたのではないでしょうか。今こちらに向かってきてくれました。ぜひ手を振って応援してください。さあ、もう一度戻ってきてくれた。そして大空に登った飛行機ここで岩国フレンドシップに残してください。最高のバルツ This ride。ということで今このトクロを巻くようにオーストラリアの飛行機300馬力のエンジンをフルパワーでなんとヘリコプターのように空中に止まってしまうんです。ご注目です。
そして続いて行う技はタンブレネクストマルビーターボこの大空に向かってマットハンドいきますよキックアンプお尻を振り回して降りていきますさて続いての技はグライダーエアショーパイロットであったカジトモナルとこのマサがこの機体に乗って2人に試行錯誤をして生み出した技カジコブラのように一気に頭を持ち上げて最短で180度進路を変えるこの技カジさあ浴場面に綺麗に流れていた空気が剥離を起こしてしまうんですが見事に焼くことができましたビーフガースマーカー大空に登ってきますトーン記号を一筆書きで描いていきます綺麗に描くことができるでしょうかさあ垂直上昇して速度が少なくなりここで小さな宙返りを行っていきますここで G が続きます 5G、6G、7G と大きい G をかけながら最後のループトーンキー別にパイロット見事にタッチダウンですで機敏に動いてたこのエクストラ 300L は地上走行の時に前が見えないんですね前に2つのタイヤそして後ろのお尻テール部ビーンというものがついてますそのためパイロットの正面に大きなエンジンが来るためパイロットの正面が見ることができませんそのためこのお尻を右に左にThank you.
stations and are now lining up in a salute to all of you here at... Sponsored Friendship KC-130J serves as Friendship Day 2024. We give our Rangers from the 17th Infantry Regiment a huge round of
でした。次は正確な会場左手方向をご覧ください。アイネイコーチのパイロットは特徴より十分でありながら正確に航空機を行動します。ご覧のようにインバーディカルのお兄さん、焼き始めました。美しく広がる狭奥にご注目。高速で進入した5番機は、この後宙返りの後半、機首が真下を向いた時に大きく転を行います。会場を右方向から進入してまいりました。見事に最終号を終えました。会場正面にご注目ください。900m の描く要する時間は約90秒。この間パイロットには6倍もの重量加速がかかっており、私は後方から皆様の出場を通過し、会場正面で宙返りを開始します。 From the behind, the one to get out of it。 そしてより一周した幼い体へと形を変えていきます。5本のスモークがバランスよく収束していく美しい翼をご覧ください。それぞれの方向からすれ違った時はそれぞれ5番機、6番機のバッククロスでした。 PL 準備を開始します。彼らはエッセンスエビンと呼ばれ、ブルーインパルスの航空機を常に最高の状態に保つよう日夜努力を重ねているエンジニアたちです。 On the flight line, the Blue Impulse Grand Crews have started to...それではここで本日のエンジン移行を支えた1番機三等空曹植木大地、Morning air show program continues. Coming up next, we...
Now, folks, landing on an aircraft carrier at sea is no easy. In the refueling configuration. Do you have a wave at people? Ohayou gozaimasu. Alright. Thank you.
中央付近で急速。First of all, good afternoon, ladies and gentlemen. We're extremely excited to be here today for Friendship Day 2024. And I first want to start by saying thank you to all of the press that came here to cover this exciting event here in Iwakuni. This event takes a massive amount of planning, and it is a teamwork effort between the air station, the tenant units, specifically Carrier Air Wing 5, Marine Aircraft Group 12, and Fleet Air Wing 31 and Admiral Haragi's team to put on what you see here today. It also takes an extreme amount of cooperation with the city agencies from Iwakuni City, as well as multiple elements of the Yamaguchi Prefectural Government in order to make this a safe experience, an enjoyable experience for all the citizens that came here today to enjoy the air show. And I'm excited to say that because of the fantastic planning and the absolute beautiful weather that we've had, we've exceeded our expectations of attendance. We're well over 100,000 people visiting the air station today for Friendship Day 2024. And finally, I'd like to just thank the citizens for coming out here to join us today, not just for coming here for Friendship Day 24, but for everything they do all year long in order to support the air station and allow us to do our mission day in and day out to ensure a free and open Indo-Pacific. ここで本日海上自衛隊のセレモニーフライトを取りやめとさせていただきました。
海上自衛隊の SH-60K の航空事故に際しましては、国民の皆様に多大なるご心配をおかけしたと思っています。本当に申し訳なく思っています。本日現在、まだ行方不明の7名の捜索に全力を挙げております。その状況にあって、本日のオープニングライトは取りやめとさせていただきました。誠に申し訳ないと思っています。他方、この地上での支援については、全力を挙げて皆さんの楽しんでいただこうと思っております。皆さんが非常に笑顔になっている姿を見て、我々も元気づけられています。これからも米軍と共同で、この岩国から日本全国を盛り上げていきたいと思ってますので、今後もよろしくお願いします。以上です。Thank you for that question. The V-22 Osprey is a critical capability for the U.S.-Japan alliance, and it's operated by both U.S. forces and Japanese forces. And the ability to showcase that here, to show the community how professional aviators, professional maintainers make that airplane work every single day, and the capabilities it brings for a whole host of missions is an absolute essential part of what we do here at Friendship Day. The most important thing we do every single day is make sure that our aviation operations are safe, regardless of whatever airframe is flying. And we concentrate on that. We understand that we are flying over the citizens of Iwakuni and the surrounding communities every day. Additionally, our air crew are on those aircraft. We have as much interest as the citizens do in operating those airplanes safely. And in the process of investigating the mishap for the V-22, no stone was left unturned. And because of the close cooperation between the government of Japan and the U.S. government, we are flying safe airplanes every single day, and our ability to showcase it here really attests to all the things we do in order to make it safe every day. So we're happy to bring V-22s into the flight display as well as the static display, and we look forward to doing that for every future Friendship Day in the coming years. はい、ありがとうございました。どうも。Thank you. Have a great day. Thank you.